今まで、え、声優をやられていて辛かったことというのはあるでしょうかえー、これは、その、東京から辞める、うん、きっかけになった時に、僕自身は俳優もやっていたので、あの、声優自体の業界内の人間関係ですね。やっぱりちょっと閉じられた社会なんですよ。 なので、えっと、傲慢な人が、えっと、上にいたりとかするし、で、それで、えっと、もっと駒使いのようにっていうか、ただ働きを強要したりとか、あとは、その、お金が出ないこととか、あとは出演するっていう餌を持って、えー、人の時間を100%使ったりとか。 えー、使い切ったりとかする人もいっぱいいてその時にすごくしんどかったですね。すねその辺は皆さんがこう考え方変えないとうん、うん、使われる方では何ともできないですもんね。うんなので今今今のそのナレーションっていう仕事自体はもともとがその声優の業界とかえっ、ー、と あの、お芝居の業界の人たちがお願いしてる仕事じゃなくて、えっ、ー、と、動画を作りたい個人がお願いしてたりとか、企業が直接お願いしているのを受けているので、その、社会的な常識っていう方が通用してるんで、ちゃんとお金を払ってくれるし、ちゃんと報酬をくれる上で、えー、ちゃんとこっちの、えっ、ー、と、やった仕事に関して評価してくれるっていうのがあって、今、あこうやって、 東京から戻ってきてき新しく声の仕事っていうのを再開したのがすごくあなんか健全な場逆になんかそのアニメの現場それだけじゃいかないこととかそれはもちろんいろんな問題があるんですよ国からのお金が下りないとかでアニメ自体は制作費が安いとか芸術自体の制作費があ,のあからさまに安いっていうのがあってでそれが作れない。 じゃあそこは誰が問題なのかっていうところを改善しない限りはああその構造も変わらないんだろうなと思ってますでもアニメといえばある意味こう世界から見れば日本を代表するような文化でありながらそういうサポートがないっていうのはちょっとね聞くと残念な気が一視調査としてはしますけれどもそれが現状なんですね。でも日本の常識になっってしまっ そうですね。まあ、言ってしまうと、広告代理店にめちゃめちゃ座れているって現場の人はいます。もう有名な広告代理店が、やっぱり挟まって広告をしているから、やっぱりその制作費が作れないっていうのがあって、でもちょっとだけ良くなってきてるのは、テレビが、まあ、衰退してきた、えー、結果、 ネットフリックスとか、えー、アマゾンプライムとか、そういった、あの、直接お金を得て、で、それで、えっ、ー、と、サービスを提供するところが、たくさんの金額で、たくさんの予算で、えっ、ー、と、ものを作ることができるようになって、そこでやってるアニメっていうのは、すごく資金繰りがうまくいってたりするので、あ、それは変わってきてるなって思ってます。ああ、いいですね。で、この、今の状況、あの、コロナ、 の状況だと、もうオンラインだけでお仕事なさってますよね。うん。コロナだけじゃないですかもうその前からオンラインで仕事なさってましたえっと、僕はオンラインだけです。うんでも、他の人たちはオンラインじゃなくて、もっとオフラインですね。それはもちろん舞台もそうだし、アニメの現場も4本マイクが立てられていて、 そこを入れ替わり立ち替わりで録音していくっていう、本当に密な空間で密閉されたところで録音するっていうのが基本なんで、あの、多分それ自体は、まあ、そこまで変わってないはずですね。ナレーションのお仕事は一人なので、家で録音する方もいっぱい出てきてます。それはテレビのナレーションもそうです。 じゃあ、時代の変化で自分で自分の環境を整えられるようになったわけですねあですね、うん、まあ機材自体も安くなったっていうのがありますあ確かに、うん、前まではもううん十万とか車を買えるぐらいの値段だったんで,、うん、でそれがねまあ1か月の家賃分ぐらいで揃えられるんだったらすごくいいですよねですよね、うんうん なんかでもそのお話聞いて嬉しいですね、すごい。<laughs> い最初に、あの、井原さんが YouTube に上げておられた、あの、声優の世界のお話、あれを聞いて、それ違うだろうって私が文句言いましたもんね。文句じゃないか。意見をしたっていうか。<laughs> ですね。こんな底辺を這うようなことは当たり前だと思ってちゃダメだって私が言ったんですよね。<laughs> でもあれ自体は、まあ僕がその、 業界にどっぷり使ってた時の常識だったので、今は変わってるかもしれないんですけど、でも、間違いなくそうやって搾取する人もいるっていうのは事実だと思います。あの、お金を稼いでいる時に事務所が仲介に入って全部吸い取るっていうのは、おそらくあります。今でも。で、それをちゃんと問題視しなきゃいけないっていうのと、まあ、僕自身が思うのは、その、プレイヤー自体も、 ちゃんと考えるべきだなって思ってます。その、事務所選びもそうだし、お仕事の取り方もそうですけど、あなたが本当に何をしたいのか、声でちゃんと表現をするっていうところだけにくくれば、アニメに出るっていうことが目標じゃないはずだし、それだったらナレーションの仕事もあるし、もっと結婚式の MC とか、もしくは結婚式のムービーのナレーションをするっていうのも仕事でもちろんあるので、それも立派なお仕事だし、 すごく素敵なお仕事の,一つなのでどこにこだわるかっていうところで、まあ、決めてほしい考えてほしいっていうのがあってちょっとそれは話しましたでもやはり私も新しい世界をそこで勉強しました <laughs> ありがとうございますそのお客さんが認めないっていうのもあるかもしれないですねその広い意味でっていうよりかは お客さん自体が声優っていう職業はこうだっていうのが、もう根付いちゃったので、声優自体が。なんで変わりつつあるところで、それがいい例なのが、ま、例えばですけど、キングコングの西野さんだったりとかがやってることって、彼は芸人としてやってるっていう話をしているんだけど、でも芸人じゃないじゃん。ひな壇に座ってないんだからとか、あのテレビ番組出てないんだからっていうふうに、 言ってるんだけど、彼は生き方として芸人をしたい人だから、でもそれって認め、えー、最近認められてきたっていうのがあるはずなんで、多分これから変わってくるはずなんですけど、まだちょっと変わりいいめだから拒否反応があるって感じだと思います。最初は何でも、皆さん、うん、やだやったって言いますよね。<laughs> そんなもんですよね。<laughs> そんなもんです。うん そのうちもそれが当たり前になってくるから井原さんがその時代を作るんだ,んだ <laughs> っていう感じで <laughs>、うん、YouTube 上はと一,一,一つでも多くね、うん、あの僕が声の当てられた作品がやっぱ残ってくれると嬉しいですねもう声で演じることがなくなるとしたらそれはご自身にとってどういうことでしょうか声を例えばそれが仕事として失うのか 声が出せなくなるのかによって変わるんですけど、僕自身がやりたいことは、お客さんを楽しませたいとか、人と楽しいっていう気持ちを共有したいことが一番なんで、例えば声が出した、出せなくなった。で、声のお仕事ができなくなったってなった時は、僕は多分体を使います。喋 <laughs> らずにパフォーマンスすると思います。それはいいですね。うーん もう今から何が、そんな時はどうしたらいいかっていうのをう考えている。<laughs> そうですね。うん、あの、やっぱり、その、声優さんって日本語のプロフェッショナルでありたいし、日本語で喋ることがもうほぼほぼなんですけど、やっぱり、もっと多くの人に見てほしいっていう気持ちが強いから、言葉を発しなかったらおそらく70億人の人、 っていう,ふうに70倍の人の分母のところに放り込まれるんであもっと楽しいことできるよねっていうのは考えてて喋らずにに何ができるかは常に考えてますなるほど。じゃあ,あの今は、まあ、声というものをその手段としてご利用になっているけれども、うん、その根底にはもっと伝えたいっていうものがあるっていうことなんですかねハレ、うん、さんにとって。 ね、楽しくなればいいなって思ってます。もっと、ね、世界が。あの、僕自身はビジネスのプロじゃないし、えっ、ー、と、なんか、え、ね、っと、学者でもないから、僕自身ができることは、楽しいを共有することっていうの、だし、僕自身がそれがすごく好きなことなので、もうそこにもう突き詰めてやろうと思ってます。井原さんの生活の中で声優というものが占める位置というのはどのような感じでしょうか おはようからお休みまで全てですね。もう間違いなく <laughs>、朝起きて、おはようって一言を言った時から、僕自身は、あの、声で発して表現するっていうのは、もう寝るまで、もうずっと続いてると思ってます。まあ今の通話ももちろんそう。だから、ちゃんとした言葉で喋りたいっていうのは、もう僕自身が、あの、皆さんのところで言うと、ご飯を食べるように、水を飲むように、 それと同じように声を発して喋って伝えるっていうのがもう根付いてます。好きな自分というのはどのような井原さんでしょうかとにかく優しいです。優しいっていうのがもう一番なんですよね。あの、僕自身はこう、いろんな思想だったりとか、いろんな、えー、と宗教だったりとか、いろんな考え方を持ってる人っていうのが世界中にはいっぱいいる。 はずなんだけど、でも、僕自身がこうありたいって思うのと、思うのは、まあ、互いに尊重し合いたいですよね。彼自身がこう思っていることっていうことに関して、おそらくですけど、あの、理解ができないものってた、たくさんあると思うんですよ。でも、理解できないものがあるとしても、受け入れることはできるはずだし、理解しようとする努力っていうのはできるはずだと思うので、それをしていきたい。 それができる人間でありたいと思ってます。みんな誰でもあると思うんですけど、こういうものが理解しにくいなとか、そういった気づかれたことはあるんですかああ、あの、僕自身が、あのどっちかっていうと弱い、えー、弱さもある人なので、あの、100%強さっていうふうに推し進める時に人だったりとかっていうのは理解できなかったりとか、あと怒る感情がないんですよ、ほぼほぼ。なので、 怒るってどういうことなんだろうとか、あと、とにかく感情に身を任せて喋る人って、あちょっと理解できない時があって、でもなんでだろうってすごく常に考えてます。今まででその怒るという感情に一番近いことを感じられたことってあるんでしょうかい原さんが。振り返ってみれば、 なんか怒るっていうよりか悲しいになっちゃうんですよね。例えばなんか悪口を言われたりとかもそうだし、あとはなんかよくあったのが、まあ僕自身のコンプレックスで、兄がとても優秀な学校に行ってて、僕自身が、まあちょっと中流というか、まあちょっとそこそこの学校だった時に、 ま、親戚に比べられて、それを陰口で聞いたりとかしてた時に、ふざけるなって多分普通思うと思うんですよ。いや、俺は俺だろ、ふざけんじゃねえって思う人もいると思うんですけど、僕は、ただ単に悲しいと思ってたので、なんでしょうね。で、悲しいと思って見返してやるって気持ちになるんですよね。あの、だからそこ自体が、本当にないのかもしれないです。でも、 あでも許せないはあります。そそ例えばどんなことに対してですかさっきで言ったときにその、偉そうにする人だったりとか、えーっと、人との上下っていうのを作りたがる人と出会ったときは、許せないって思いますね声優、うん、さんたちの中で、やはり先輩、後輩みたいな力関係はやっぱあるんでしょうか、業界で。 えっと、事務所によりますね、それも。まあ、あの、古くから、やっぱり古くからやってる事務所っていうのは、めちゃめちゃ体育会系で縦社会ですね。でも、新しいところとかは、どっちかというと横のつながりで一線上になってるところが多いので、あ、それこそ芸人さんのイメージの方が強いと思います。吉本だったら、やっぱり縦の社会で、 えー、先輩とか、えー、せあの先に入った人の方が、一日でも先に入った人の方が、年齢が、えー、高かろうが、えー、低かろうが、おごるとか、あの、さんけで呼ぶとか、そういった二、三付けで呼ぶとかっていうのと一緒で、声優業界も、その、暗黙のルールであります。<laughs> あの、許せないとか、悲しいとか、その怒らないとかいう部分なんですが、自分のために、 なんか起こった場合の感情ですよね自分の家族とか友人とかそういう人たちに対して何かあった時の感情っていうのはどういうふうに表れますか怒りっていうよりかは憎しみの方が強くなります。うん、あのそれこそそ,それがちょっとちょっときついんかもしれないんですけど。うん とにかく蹴りをつけたくなっちゃうんですよね。その人の時に。だここでけじめをつけろっていう風に言って、いや、今、あの、あなたのことが憎いですと。過去にもそういうのがあったんですけど、憎いから、今ここで決着をつけてくれって言って、そこで決着つけさせたこともあります。なるほど。それはいいですね。うーん。そうか。怒るってことは、 今自分がこう満たされない気持ちを抱えてるから怒るということなんですねだから憎いとか悲しいとかいうことをその場でけじめつけてしまうと自分が手が届かない部分がもうすぐ届いてしまうから怒りにはならないって済むわけですねあそうですねすごい合理的で <laughs> 自分が思ったことをすぐに言う,言うっていうことをしとけばたまらなくて済むっていうのが、うん、あの解消法で分かって これまでは怒れない感じだったんですよね。怒ることができないっていう感覚だったんですけど、でも最近は怒らないです。怒ることをしないっていう風うに変わったのは、ちゃんと自分の今思った気持ちを今伝えるっていうことをすると、たまらずに済むんで、いいなって思って。でもこの怒るっていう感情に関して、 他の方がされている時には、僕はね、それは、ある意味肯定してもいいかなと思ってるんです。人によっては。それは、そのことに関して必死だからこそ、そうやって気持ちを強く出すことができたりとかっていうふうに思ってるので、その人自体も尊重したいなと思ってます。怒るっていうことを大切にしている人、怒る人っていうのも大切にしたいんですけど、僕はそのやり方は、性に合わないってだけです。 やっぱり、そうやって気持ちがバッて出たときは、何を直して欲しいかの方が大事なんですよ、僕の中では。今思ってる感情が大事じゃなくて、どうして欲しいかだったりとか、どうあって欲しいかの方が大事なんで、そっちを伝えることの方が大事なんですよ。今起こってる気持ちとか、今悲しいと思ってる気持ちではなくて、今こういうふうに思っている。で、あなたにはこうして欲しい。 とか、こう直してほしいっていう、その求めることの方が大事になっちゃうんですよね。現実,現実的ですね。<laughs> うん、かもしれないです、ある意味、うんあの。これまでそういったことで、井原さんが誤解を受けたことはありましたかないですね。<laughs> 自分が、あ、でもあるな。 例えばですけど、ちょっと待ってくださいねあ。あります。で、昔はそれこそ、えっと、さっきの話じゃないですけど、えっと、怒ることができなかったときは、自分自身の気持ちっていうのを伝えられなかったんですよ。なので、誤解があったんですけど、でも、最近は。 起こらないっていう、しないっていう選択に変わってから誤解が減りましたっていうかなくなりました。なので、えー、結論としてはあるといったもののないんですけど、まあ、 そうですね、えー。誤解はないです。されたことはないです。やっぱり昔を今思い返してたんですけど、昔を思い返すと、自分が伝えたいことが伝えられない状況がもう多かったので、そういった時は誤解はめちゃめちゃありました。自分がこう思っているのに裏目に取られたりとかしてたんだけど、やめて。自分が伝えたいこと、こう思っています。 あなたのことをこう思っているっていうのを全部言うことにしたらなくなりましたその変えたのは最近ですか本当に最近ですそれこそプログレスに入ってからぐらいの感じですそれまではどうだったんですかそれまでは自分の思ったことを隠してましたうん なるほどで表面上いい人に見せられるようにやってたんですなのでまあ裏読みされたりとか勘違いされたりがあったんですよそっかよかったですね <laughs> <laughs> いや本当よかったです <laughs> それれを語れる今の ヘアスタイルを変えた井原さんとお話ができてよかったです。この前キャンセルになってよかったですね。ですね。そのインターバルがあったからこそ切ってイメチェンもしたので。ジンクスですよ。私いつもジンクスがあるんです。そういう。ええよかったよかった。OK。